LA に佇む一軒のビデオショップ、地元の映画マニアもうならせるこの老舗には、名物店長が厳選した激レア映画が揃っている。このマニアックな品揃えの中から、今宵も店長町山智博があなたの知らない映画を自ら選んで紹介してくれる。果たして今夜はどんな映画を見せてくれるのだろうか。町山智博のビデオショップ UFO。 はい、いらっしゃい、ビデオショップ UFO にようこそ。はい、ここはですね、私町山智博の、このコレクションの、中からですね、あなたの知らない傑作映画をお見せして、解説しようというお店です。はい、で今日はですね、こんな映画があるんですよ。みんな知ってるかな。はい、1961年のイギリス映画、恐怖です。今夜紹介する映画は恐怖。はい、恐怖っていうのは、あまりにもベタでですね、シンプルでもろなタイトルなんですけれども、ホラー映画です。はい、どういうお話かと言いますと、フランスの、高級避暑地であるですね、リビエラに、ヒロインがやってきます。ヒロインはですね、車椅子を使った、足の不自由な、若く美しい女性なんですけれども、彼女がそこに来たのは、お父さんがそこに豪邸を持ってまして、そこに呼ばれたんですね。すでに離婚していて、5歳の人がですね、邸宅を仕切っているんですけれども、お父さんが会いたいということで彼女がそこに行ったんですが、お父さんがいないんですね。で、おかしい、いない、どうしたんだろうと思っていると、どん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 怖いことが起こっていくというお話なんですね。はい、でこの映画ですね、日本ではもうほとんど覚えてる人がいないと思うんですけれども、この1961年にアメリカで公開された時はですね、その年のコロンビア映画が配給した映画の中でですね、大ヒットしてるんですよ。でそのぐらい当時はですね、大当たりしたショック映画なんですね。はい、でちょっとポスターを見てもらいましょうか。はい、はい、このポスターですね、上の方に何て書いてあるかというと、この映画のこのポスターのこの写真、この写真だけが、宣伝用に許された唯一の写真であるというふうに書いてあるんですね。でこの映画ですね、当時の、コロンビア映画はこのスーザン・ストラスバーグっていう主演の女優が叫んでるこの写真1点しか宣伝に使わなかったんですよ。一切使わなかったんですね。でなぜかというと、どんでん返しが売りなんですよ、この映画は。あっと驚く展開だから、それは徹底的に秘密にされていまして、公開時に。でこの写真が一切出せないと、これ彼女が悲鳴を上げてるんですけど、アメリカでのその映画のこのタイトルは、スクリーム・オブ・フィアというですね、恐怖の叫びというタイトルだったんですね。で彼女が叫ぶってこと以外は一切秘密。はい、でそれだけじゃなくてですね、ここに書いてあるんですが、これお客さんに対するですね、注意書きなんですね。このスリルを最大限に楽しむために、映画の途中では決して入場しないでくださいって書いてあるんですね。これちょっと説明しないとならないんですが、昔は映画の途中で、映画館に入れたんですよ。僕は子どもの頃は映画っていうのは途中で入ったり途中で出てくる人がいっぱいいたんですよ、ね、で誰もそれを禁じてなかったんですね。今みたいに入れ替え制になったのはシネコンが普及してからなんですよ。だから昔は平気で映画の途中で入ってくる人がいたんですけど、うちの親父なんかもそうでしたけど、絶対するなって書いたんですね、これはね。はい、この映画はですね、どうしてそういう映画をこういう映画を作ったかと言いますと、その前の年にヒッチコックのサイコという映画があったんですね、1960年に。はい、ヒッチコックのサイコがですね、全くやっぱりそういう宣伝をしたんですよ。でアメリカではですね、とにかくやっぱり写真を出さない、ストーリーは絶対秘密で、もうとにかく途中入場はダメっていうやり方を最初にした宣伝で行ったのがサイコだったんですね。でどんでん返しでもってみんなびっくりで、もうすごい話題になって、口コミが口コミを呼んで、大ヒットしたんですよ。で、ハリウッドだけじゃなくて世界中の映画会社が、似たようなものを作ろうということになったんですね。でどうしてかと言いますと、ヒッチコックっていろんな映画作ってるんですけども、ヒッチコックが生涯作った映画の中で最もコストパフォーマンスが良かったのはサイコだったんですね。
っていうのはモノクロで撮りまして、モノクロというのは当時は制作費がカラー映画に比べて格段に安かったんですよ。でそれでしつこくあれだけたくさん映画作ったのに最後が一番儲かったんですよ。 でどこの映画会社もなんだめちゃくちゃ儲かるじゃんモノクロホラー映画っていうことでみんな作れ作れっていうことで一斉に作られたんですが、そのうち最もすぐにですね作られて、大ヒットしたのがこの恐怖なんですね。はい、この映画のヒロインスーザン・ストラスバーグ演じるヒロインは車椅子でしか動くことができないんですね。足が不自由なんです。馬から落ちてしまった事故のために、はい、そこがポイントになってるんですけれども、この映画1961年に公開された映画なんですね。その主人公が自分では歩けないということをサスペンスとかスリラーの、道具として利用するというですね、まあ、映画がかなりあるんですよ。例えば何がジェーンに起こったかという映画があります。はい、この映画はヒロインの、ジョン・クロフォードが足が不自由で動けないので、もし怖いことが起こったら、まあ、大変なことになっちゃうわけですね。逃げられないわけです。はい、それと、不意打ちという映画があります。これはオリビア・デ・ハビラントという、まあ、女優さんがですね、やはり足が不自由で、このエレベーターを使わないと階段の上り下りもできないと、でそこに、まあ、とんでもないならず者たちが家に入ってきて家を乗っ取ってしまうという、まあ、恐怖映画なんですけども、これも1964年で、何がジェーンに起こったかも62年なんですよ。でこの映画恐怖はその車椅子の女性が大変な事態に陥るというアイデアの、まあ、最初の映画と言えると思います。はい、こういった映画は実はかなりあってですね、車椅子ではないんですけれども、この螺旋階段という1940年代の映画があるんですが、これは主人公のヒロインの女性が声を出せないということが一種のサスペンスのですね、肝になっています。はい、だからもう割安が来た時に悲鳴を上げることができないわけですね。助けを呼ぶことができない。はい、あとちょっと後の映画になるんですけども、暗くなるまで待ってというオードリー・ヘップバーンの映画は、オードリー・ヘップバーンが目の見えない女性で、悪いやつが部屋に入ってきても見えないという、まあ、そういうサスペンスのアイデアがあるんですけども、その意味でですね、この恐怖は本当に恐怖の映画になってます。はい、とにかくこの女優さんがですね可愛いわけですよ。当時としてはもう非常にそのアメリカ映画の中では、彼女たちのようなですね、女優さんが出てきた時代でもあります。さっき言ったオードリー・ヘップバーンもそうでしたね。あとキャロル・リンリーであるとかですね、そういうちょっと少女のように見える、女性たちが主人公で、それは一つの理由があるんです。はい、それはさっき言った、女優たちが全員そういうホラー映画に出てるんですよ。それをニューロティックホラーと言いました。ニューロティックっていうのはノイローゼ的という意味なんですけれども、例えばだから本当にないことをすごく気に病むことをノイローゼと、まあ、言うわけですね。もうありもしないことを不安に思うっていう、この映画のポイント、恐怖のポイントは、まあ恐ろしいことは起こるんですけど、ネタバレだからなっちゃうから言えないんですけども、それが本当のことなのか彼女のノイローゼで見た妄想なのかがわからないんですよ。で観客は彼女の味方をするから、これは本当に怒って怖い陰謀があるんじゃないかと思うんですけれども、いやでもわかんない、この子ちょっと精神が不安定そうだし少女みたいに見えるから、もしかしたら心がものすごく、まあ、細くて変な妄想を見てるのかもしれないと。で観客はどっちだかわからない、最後までわからないっていうのがこのニューロティックホラーと言われているジャンルのポイントなんですね。だから、例えば、どこだったかな、あとローズマリーの赤ちゃん、これのミア・ファロー、ミア・ファローはこの頃少女みたいな女優さんだったんですね。で彼女は自分にそのまあ子供はできるんだけれども、もしかしたらその子は悪魔の子供かもしれないという、まあ本当にいわゆるその妊娠ノイローゼのようになっていくという映画なんです。はい、そういったそのノイローゼ的なホラーのまあ先駆けの一つであります。はい、そういう点でまあいろんな映画のジャンルのかなりですねコアのところにある映画なのに、ほとんど今知られていないという事態になってまして、非常に僕は憤慨しています。はい、この機会にぜひご覧になっていただいて、この恐怖という映画の面白さを、味わっていただきたいと思います。ちなみにイギリスでのこの映画のタイトルは恐怖の味、テイストオブフィアというタイトルでしたね。はい、
ということで、映画ご覧になった後もっと詳しいネタバレ込みの解説をしますんで、またお会いしましょう。